こんにちは、みなさん、しゅです。このチャンネルでは、火山博士が地球の最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地学ニュースですね。今日も暑い日が続いておりますけども、なんとですね、皆さん、この暑い地球に間もなく氷河期がやってくるという、この暑さが吹き飛ぶような、とんでもない情報が入ってまいりました。まずは今日の動画の結論から申し上げておきますと、次の氷河期はズバリ、 6年後か5万年後にやってくるということなんですね。なぜそう言えるのかについて詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで皆様、今日も元気にやって参りましょう。まずは氷河期とは何かということなんですけども。氷河期とはつまり、氷河時代の中で特に寒い時期のことを言うということなんですね。この地球には大きく2つの時代に分けることができます。まず1つ目は氷河時代と呼ばれているもの。 これは南極などに大きな氷がある時期のことを言います。そして二つ目が無氷河時代と呼ばれているものです。これはその言葉の通り大きな氷が存在しない時期のことを言うわけです。ではここで早速皆様に今日の問題です。現在は氷河時代でしょうかそれとも無氷河時代でしょうかちょっと考えてみてください。3、2、1、はい終了です。現在はズバリ 氷河時代ですね。え、今こんなに暑いのに氷河時代なんですかってね、思われた方もいらっしゃると思いますが、現在は南極などに大きな氷がありますので、氷河時代ということになるわけですね。ここで大陸の大きな氷、どこにあるかを見ていきましょう。この大陸の大きな氷が存在いたしますのは、西の島から南に 11970km いったところにあります。 南極と呼ばれているところに大きな氷が存在するわけです。この南極、なんと陸地の約98%は大きな氷でギヤーッとね、覆われているわけですね。この南極の氷の面積なんと1400万平方キロメートルです。これは日本の国土の約36倍の巨大な氷がね、この南極に存在するということですごいですね、皆さん。 で、この南極などの陸の上に存在する大きな氷のことを氷床というふうに言いますね。よかったら覚えてみてください。そ、この地球上に存在する氷床、その他には、えグリーンランド、または火星にも氷床が存在いたします。火星にも氷床があるということは、この火星も地球と同じ氷河時代ということになるわけですね。そしてですね、皆さん、この氷河時代なんですけども、 さらに大きく二つに分けることができます。まず一つ目が氷河期と呼ばれているものですね。この氷河期というのは氷河時代の中でさらに寒い時期のことを言います。そして二つ目が寒氷期と呼ばれているものです。これは氷河時代の中で特に暖かい時期のことを言うということですね。で、大昔の地球というのですね、特に厳しい氷河期がありました。 それがですね、26億年前と7億年前の地球です。もうあまりにも氷河期が厳しすぎて、地球全体が凍ってしまうという大事件が起こってしまったんですね。これをスノーボールアースというふうにも言いますね。 では、現在2024年はどういう時期なのかというと、南極なのに大きな氷がありますので、氷河時代であるとともに、この氷河時代の中で特に暖かい時期になりますので、寒氷期ということになるわけですね。というわけで、今は氷河時代の寒氷期ということになるわけです。 で、この氷河時代と寒氷期気温ですね、どれぐらい違うのかを見ていきましょう。例えば、関東の寒氷期と氷河期比べてみますと、夏はですね、だいたい寒氷期が30度、今ですね。もっと暑いかもしれませんけども。で、氷河期の夏はですね、17度ぐらいあります。で、冬はどれぐらいかというと、寒氷期、今はだいたい3度前後。 で、氷河期の冬はなんとマイナス5度ということでね、もう極寒の地になってしまうということはすごいですね、皆さん。で、この地球の歴史なんですけども、この寒い時期の氷河期と寒氷期がまあ交互に入れ替わるというですね、まあ、歴史があるということですね。まあどうやって入れ替わるかというと、大体この氷河期は8万年から9万年ぐらい続きます。 で、その後に、えー、この暖かい寒氷期がやってくると。で、寒氷期は1万年ぐらい続くと。で、その後また、えー、氷河期に戻るよと。で、これをまあ、どんどん繰り返していくということですね。意外にもですね、氷河期の方が寒氷期よりも長いということでありましてね、これちょっとびっくりですよね。で、実際の証拠が、えー、こちらになります。こちら、過去の南極の気温を映したものだと思ってください。 縦軸に気温ですね。上に行けば暑い、下に行けば寒いということになります。そして横軸に時間をとっているわけですけども、まず30万年前ですね。気温が高い、寒氷期でありました。で、その後気温がストーンと下がっていきまして氷河期になります。そして20万年前になりますと、また寒氷期がやってきます。で、その後また気温がストーンと下がって氷河期がきます。 10万年前も同じように寒氷期が来て、その後気温がストーンと下がって寒氷期。で、その後また気温がギヤーっとね、上りまして、現在は寒氷期なんですよ、ということになるわけです。このようにね、寒氷期、氷河期を繰り返して、現在に至るんですよ、ということですね。面白いですね。で、最新の氷河期ですね。 この一個前の氷河期のことを最終氷河期というふうに言いまして、まあ今から7万年前から1万年前の時期のことをね、最終氷河期と言います。で、最終氷河期の日本ですけども、姿がこんな形をしておりました。これ2万年ほど前ですね、最終氷河期です。で、えー、見ていただくとわかる通りですね、今の日本ですね、ちょっと違いがあります。そこら辺は何かというと、 北海道とユーラシア大陸がですね、カパッとね、繋がっていたということですね。これ、なんで最終氷河期でえ日本とユーラシア大陸が繋がっていたのかというと、それは氷河期の時というのは海が浅かったために、まあ、このように繋がっていたということです。なぜ寒くなると海は浅くなるのかということですが、これは陸の氷や雪が増えるからなんですよということですね。 通常時はですね、こちら、海から、え、このね、水が蒸発いたしまして、雲ができます。で、この雲が陸にやってきて、雨とかパラパラね、えー、雪とか降るわけなんですけども、通常時暖かいので、基本的にはですね、この降った雨とかは、海にまた流れていくわけですね。で、まあ、あんまり、え、水はですね、変わらないんですけども、ところが、氷河期になるとね、寒いくなってしまうわけですね。 そうすると海水がね、蒸発して雲ができます。で、その後ですね、この雲は陸に行って、雪なんかが降るわけですね。で、雪が降って次は寒いので氷がパカッとできるわけです。さらに海水がまた蒸発どんどんやっていきます。で、この雲が雪となって氷となっていきます。 で、氷というのはですね、もちろん動きません。で、氷は動かないので、この海に水が流れてくれないんですね。そのために、この海の水がどんどん浅くなっていくんですよ、ということが起こるわけです。そのために、2万年前の最終氷河期の時期ですね、この日本周辺、海が浅くて、ユーラシア大陸と日本が繋がっていたということになります。で、最終氷河期にですね、人類が日本にやってきたわけですね。 で、この日本で暮らし始めたというのが、我々のご先祖様だということです。はい。興味深いですね。では、なぜこの氷河期がやってきてしまうのかということで、続きまして見ていきたいというふうに思います。この氷河期がやってくる原因の一つは、地球の傾きが小さくなるから説というのがありますね。どういうことなのかということなんですが、このね、えー、簡単に説明すると、 まず、この地球の傾きが大きい時は寒氷期なんですが、傾きがね、小さいとき、これは氷河期になるんですよということですね。では、詳しく見ていきましょう。まず、そもそもですね、この地球というのは今ね、パカッという風に傾いているわけでございます。で、これ23.4度ぐらいですね。今は右に傾いております。で、傾きながら地球は回っているわけです。 どうしてこれ地球は傾いているのかということですが、それは46億年前に地球に火星ぐらいの隕石が衝突いたしました。これをジャイアントインパクト説と言います。このジャイアントインパクト説の影響によってですね、巨大隕石の衝突によって地球はですね、傾いてしまったということなんですね。で、この地球が傾くことによって季節ができるということです。春、夏、秋、冬がやってくるんですよと。 なんでそう言えるかというと、まずイメージしていただきたいことがあって、それは懐中電灯の明かりだということです。懐中電灯、真上から照らした場合、非常に明るいというのがわかりますが、横から照らした場合ですね、暗いというのがわかりますね。 で、これとですね、太陽も同じなんだと、懐中電灯と同じです。太陽が真上にあるときはですね、光がね、ピーッと強くなりますんで、暑いんですけども、そのために夏になると。逆に、太陽が斜めのときはえ、光が弱くなりますんで、あんまり暑くならないので、冬になるんだということです。 なぜこの角度ですね、太陽は真上になったり、斜めになったりするのかというと、それはズバリ、地球が23.4度傾いているからなんだよということです。これどういうことかというとですね、詳しく見ていきたいと思いますけども。まずそもそも地球というのはね、太陽の周りをぐるぐる回っておりまして、この太陽から見て左手にあるとき日本は夏になります。そして、この太陽から見て右手にあるとき日本は冬になるということですね。 じゃあなんでかというとえ、地球が傾いているかということになるわけですけども、今はですね、太陽から見て左手になるから日本は夏になっているわけですね。で、な、ま、まずは夏の場合、え、見ていただきますと、まずここに A 子ちゃんがね、え、立っていたとしましょう。で、地球は23.4度傾いているわけです。はい。このようにですね、傾いております。 で、見ていただくと、日本が夏の時って太陽が真上に来ているというのがわかります。で、光が真上から差しますので、日本は夏になるということです。ところが冬の場合どうかというとですね。 この地球というのは23.4度傾いております。で、英子ちゃんから見た真上というのはここにあります。というわけで太陽が真上にありません。光は横から刺すわけですね。そのために冬になるんですよということです。ということでこのように地球が23.4度傾いている影響で今季節が生まれるということなんですけども、実はこの地球の傾きというのはですね、 一定ではないんですよということです。実は時期に応じて、傾きが大きい時期もあれば、傾きが小さい時期もあってですね、まあ、交互に、えー、繰り返していると。で、傾きが大きい時期ですけど、最大で24.5度ですね。で、この時に、寒氷期になります。で、傾きが小さい時期ですけども、最小で21.5度ぐらいですね。で、この時に、寒氷、あ、氷河期が来るんだ。寒い時期が来るんだということですね。 で、ちなみにですね、この24.5度で、えー、寒氷期になるということですけど、現在もですね、23.4度で、傾きがですね、まあ、比べると、過去の地球と比べると、傾きが大きめですね、角度が大きめということで、今は寒氷期になるということです。ではこれ、なんで傾きが大きめになると、え、寒氷期になるのかということですね。それを詳しく見ていきたいと思いますけども、ズバリですね、これは、 夏が暑すぎて、南極などの氷が成長しにくいからです。はい。詳しく見ていきましょう。まずそもそもですね、地球の傾きが大きくなりますと、この太陽の位置が真上にね、来るわけです。この高い位置により来ます。でそのためにより多くの光がギヤーッと差し込むわけですね。で、この夏の気温がさらに上がってしまうということになるわけです。で、この 夏の気温がさらに上がると何が起こるかというと、南極などの氷が夏にですね、たくさん溶けてしまうということです。これはすなわち、地球の氷が少なくなってしまうということになるわけですね。夏が暑いことによって、この地球の南極の氷が没収とされてなくなってしまうということです。で、その結果ですね、地球は光をね、吸収しやすくなってしまうわけですね。 で、地球はですね、このほかほかになってしまいます。で、その結果、地球が温暖化する原因の一つになってしまうんだということです。で、まあ、このように寒氷期が来るんだと。で、逆にですね、傾きが小さい時期はどうかと言いますと、この時には氷河期になるということがあります。それはなんでかというとですね、はい。それは太陽のエネルギーがこの傾き小さくなることによって、平等になるんですね。そうすると、 夏は暑くなりにくくて、冬は寒くなりにくいということが起きます。で、ここで重要なポイントは何かというとですね、傾きが小さくなることによって、夏が暑くなりにくいんだということです。夏が暑くなりにくいということは、地球の氷が溶けにくいということに繋がるわけです。地球の氷が溶けにくいということは、氷がどんどん成長していくことになるわけですね。 はい。こちら円についてね、えー、見ていきますと、まずこの夏がね、暑くなりにくいので、氷がですね、どんどん、えー、成長していきます。氷が拡大していくわけですね。で、氷が成長すると何が起こるかというとですね、この氷というのは、太陽の光を弾く効果があるんですね。そのために氷があることによって、地球は温まりにくくなります。その結果、 寒くなって氷河期がやってくるんですよということにつながっていくということですね。はい。ということで、このように傾きが大きい時期、傾きが小さい時期をえ地球は繰り返しておりますが、傾きが大きい時期は寒氷期、傾きが小さい時期は氷河期になっていくんだということですね。で、今は傾きが大きめになりますから寒氷期の時期なんだということです。ところがですね、皆さんこれ近い将来に、 この地球に氷河期がやってくるということも考えられているよすよというこです。では気になるのはそれは一体いつなのかということなんですが、なんとですね、この次の氷河期が間もなくやってくる可能性があるということで続きまして見ていきたいというふうに思います。この氷河期ですね、いつ来るのか大きく二つの説が考えられております。まず一つ目が2030年説。 二つ目が5万年後説ということです。一つ見ていきましょう。まずは2030年ということで、あと6年しかないやんってね、思われた方もいらっしゃると思うんですけども。どうしてこの2030年に氷河期が来るんでしょうかということですが、それはつまり太陽が弱るからなんですよということです。実はこの太陽の活動というのは元気な時期と弱っている時期を交互に繰り返しているということです。 イギリスの大学の研究によりますと、2030年には太陽の活動が弱くなるんじゃないかという説があるということですね。こちら実際の太陽活動の予想を映したグラフになっておりますが、2026年頃からですね、太陽が弱り出していくということですね。で、その後2030年頃には最低になっていって、短期間の氷河期がやってくるんじゃないかというですね、ことが考えられております。 で、このね、太陽エネルギーがね、どんどん小さくなるということですね。今受けている太陽が、エネルギーが小さくなることによって、この氷河期が数年の間ですけどもやってくるんじゃないかということで、これミニ氷河期なんてね、いうふうにも呼ばれております。 で、実はこれ過去の事例もですね、同じようなことが起こったことがあります。それが1645年から1715年に発生いたしました。短期間の氷河期ですね。これをマウンダー極小期というふうに呼びます。ちょっと噛んですいません。で、このマウンダー極小期ですけども、太陽が弱ったことが原因なんじゃないかというふうに考えられておりますね。 で、この、えー、短期間の氷河期の時期、実は日本も寒くなったと、えー、考えられておりまして、この氷河期の前後では食料不足も起こっているんですね。それが、えー、天命の基金だったり、元禄の基金だったりがするということでね、日本も大きな影響を受けましたよということがあります。で、こういったことと同じようなことが2030年に起こるかもしれないねということです。ということで気をつけていきましょうということ。これが、 2030年氷河期節ですね。続きましてえ、5万年後節も見ていきましょう。はい。5万年後節ですけども、まず傾きが大きい時期は、え、寒氷期だということ。今はこ、これになるわけですけども、これが時間が経過いたしますと、傾きが小さい時期がいずれやってきます。で、その時に氷河期になるんじゃないかということですね。で、今の計算だと、 5万年後には少なくともガチの長期間な長期的な環境化に突入するんじゃないかということですね。ところがですね、皆さん、これ、驚きの説が存在するということです。これはどんな説かと言いますと、この5万年後に氷河期古来説というのもあるんですね。なぜそう言われてるのかというと、それはつまり、 人間が大量二酸化炭素などを排出してしまったからであります。現在、今の地球というのはですね、この人間の活動によって二酸化炭素が急上昇しているということです。二酸化炭素というのは熱を蓄える効果があります。その結果、今の地球は暖かく温暖化しているということになるわけです。この地球がですね、温暖化してしまいますと、寒氷期が長くなるということが考えられておりまして、 この人間の活動によってですね、当面は氷河期が来ないんじゃないかということも言われているということです。ということで現在存在する氷河期の仮説といたしましては、2030年説、5万年後説、5万年後に来ない説というのがあって、じゃあこれ、一体どれが正しいのかということで,ですね、皆さん、これは、これ、ただ、どれが正しいのかということで、このチャンネルでは検証していきたいというふうに思います。というわけで、 2030年と5万年後にですね、もし氷河期が来たら動画をですね、公開いたしますので、情報をお見,お見逃しなくチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日一番言いたかった、これ何かと言いますと、なぜ氷河期がやってくるのかということです。これは地球の傾きが小さい時は氷河期になるんですよということです。 なんで傾きが小さいと氷河期になるのかそれは夏が暑くなりにくくなるからです。夏が暑くなりにくいということは地球の氷が溶けにくいと。地球の氷が溶けにくいということはどんどん氷が成長していきます。 この氷というのは太陽の光を弾く効果があって温まりづらいんですね。そのために地球はどんどん寒くなって氷河期がやってくるということが考えられております。現在存在する氷河期の仮説、次の氷河期いつくるのかというと、太陽活動の低下による2030年説か、人間活動を考慮しない場合は 5, 年5万年後節。 人間活動を考慮した場合はえ、5万年後に来ない説というのもあって、どれが正しいのかはわかりませんが、どれかが正解になるというふうに思われます。私のチャンネルではこれどれが正しいかを検証していきたいというふうに思いますということでした。では今日の問題でございます。2024年現在は氷河時代の何期に当たるでしょうか氷河期、寒氷期、 かんぴょう巻き宇宙のパワー、さっとよいしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いします。7月8日のメンバー限定講義は、地下水のラ,ンド,ラドンと巨大地震ということでお話しさせていただきます。